中田義直さん、子供のピアノ曲よりイモムシとチョウチョウという曲を初見で音取りしてみたいと思います。あ、平音で始まってる。最初すごいな、これ。ゆっくりスローリー、4分の4拍子 1,2,3,4 の、フラット3つ、ラシミ、はい、ゆっくり。イモムシ、イモムシとチョウチョウだもんね。まあ、芋虫はゆっくりかな。はい。難しいな、取るのが。ゆっくり。タタ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 。あ、ここ違うか。しかったんだ。あの簡単なリズムほどゆっくり弾くと全然わかんないっていう。ゆっくりって大事だね。ゆっくりね、さらうってね。はい、というわけで「芋虫と蝶々」という曲でした。